今朝、見附市の県営住宅の踊り場でうずくまった熊1頭が見つかりました。現在、警察などが捕獲作業を進めています。熊が出たのは見附市の市街地のこちらの県営住宅です。現在現場には檻が設置されていて、熊の捕獲作業に向けて準備が進められています。現場は見附市今町にある県営今町住宅 B 号棟です。警察によりますと、午前7時半前、4階と5階の踊り場で熊が1頭うずくまっていると住人が警察に通報しました。見つかった熊は体長1メートルほどで、住人に怪我はないということです。こんなところにっていうほどびっくりしていますけども、怖いので、鍵もかけて出ないようにしているだけでございます。市によりますと、現場近くでこれまでに熊の目撃が報告されたことはないということです。警察や市は麻酔銃を撃つなどして捕獲作業を進め、住人に警戒を呼びかけています。